はい、ガッチャンです。えっと、私のやっている、あの、パソコン教室の受講生の、あの、とってもいい、あの、優しげな笑顔の素敵な秘蔵生さんが、えっと、画像の縮小、画像サイズの縮小ですね。画像サイズというか、画像ピクセル、画像のピクセルの縮小。 のやり方を教えてくれっていうことで、えー、っと、メールもらったんですが、なかなか、あのー、文章でなんか説明できないので、えっと、ズームを使って、えっと、動画を撮ってます。まあ、そんな長い動画にならないと思うので、えー、っと、私だったらこうやるというようなやり方です。でですね、あの、実はあの、 フリーソフトの縮小とか入れると、もっと簡単にできるのかなと思わないでもないんですが、まあ元々、もともとの Windows に入ってる、そうあの入ってやる、入ってる、あの、機能だけでやるっていうことを、えっ、ー、と、これからします。やります。まあ、そんなわけで、皆さんちょっとお付き合いください。えっ、ー、とですね。 んとまずディスクトップ、デスクトップなんですが、これは、あのここに出ているフォルダの中にあるのはね、はい。えっ、ー、と、ちょっと見やすく表示し、聞きしようかな。はい。私のデスクトップの中にある、まあ、画像ですねあ。こんな感じでね。はい。これの、す、あ、ぐ、のーまあ、に使わなそうないらないのをちょっと縮小しようかなと思ってます。なんで、ちょっとこれ。 はい。ここから広瀬さん目線でね。広瀬さん、えーと、まず、あの、まあ、写真がどこにあるか、まあ、それは問題ないと思うので、写真を、の上にマウスを、これ覚えてるマウスですね。マウスを持っていって、右クリックします。そう、右クリックして、編集ボタン。はい。編集ボタン。このパソコン編集一番上に出てるんですけども、中に入ってるアプリによって、 えっと、真ん中あたりに出ることもあります。まあ、編集ボタンを押すとこ、こういう画面が出るんですよ。これ自体が画像ですからね。こういう画像が出るんですよ。この画像が出たら、えっと、ここ、左上のサイズの変更を押します。はい。サイズの変更すると、パーセンテージとかピクセルっていうのが出てきますね。で、これ、パーセンテージを50%とかにすると、 50%とかにすると、まあ、こういうふうに簡単に縮小できるんですよ。別に、あの、私、教室で教えたのは、この、パーセンテージというよりこのピクセルで何ピクセルにしたらいいんじゃないですかねみたいな感じで。例えば、これまあ、600にしようかな。いいんじゃないですかねっていう内容を教えました。まあ、この後は、あとは、えっ、ー、と、ファイルを開いて上書き保存ってすればいいんです。 が、はい。上書き保存してしまうと、もうその前の、あの、縮小する前の写真はなくなっちゃうんですよ。で、縮小っていうのはね、あの、小さくすればいいってわけじゃなくて、あの、縮小すると、もう一回大きくすることはできないんですよ。大きくすると画像が荒れてしまうんです。なので、縮小したときに気をつけなき やっゃいけないのは、その画像がもう使わなくていい。大きく伸ばすことがないっていうんだったら縮小もいいかもしれない。でも、またもしかして元のサイズで使いたいことがあるかもしれないっていうものは、まあ、縮小した後に名前を付けて保存。で、えー、っと、別の名前ね。えー、っと、何で見まもしれない別の名前、まあ、こんな感じで付けて保存すると、あの、小さいサイズで保存できる。っていうのを今日のパソコン教室の中でやりました。 で、まあちょっと前後余計な話喋ってるんですが、まあ、この動画を見て確認してやってもらえばできると思います。で、できたら、もし、あの、それがすることができたら、えっと、また、えっと、できたよってご連絡ください。以上です。